建国祭始まる。7月10日、ハードランド建国祭の当日。空には次々と花火が打ち上げられ、大音量とともに楽隊のラッパが響き渡る。町の青年団や婦人会の踊りの列が大通りを練り歩く。通りにはそれを見物する川間前の市民や観光客であふれていた。賑やかなものだ。ゲントリンクの村の祭りも村人総出で賑やかだった。楽しみですね。もうすぐミハイルが通りますよ。あ、ミハイル、あそこじゃないですか？本当だ。あいつすっかり調子に乗ってやがるな。今の何だったんでしょうね。何か言ってたようだったんですけど。俺が勝つだと。明日の剣術大会のことであいつはもう頭がいっぱいなのさ。よくわかりますね。呆れたやつだ。王宮騎士団の仕事中だってのに。リリスとティモシーも連れてきてあげられればよかったんですけどね。あの子たちを屋敷に残して私たちだけこんなお祭りに来ているだなんて、なんだか気が引けますね。まあな、帰りに何か土産でも持って行ってやってくれ。そうですね。ギョーリクこそ今日は頑張ってくださいよ。何の話だ？何言って、剣術大会に出るんでしょ？ミハエルから聞きましたよ。結構噂になってますよ。あの野郎、方々で言いふらしてやがるのか。あ、ギョーリクは聞きました？今日の剣術大会で国王が優勝者への賞品として何を用意しているか。暁の聖杯に王自らが勝利の美酒を注いでくださるそうです。暁の聖杯？なんだか聞いたことはあるような気がするな。これには以前一度お目にかかったことがあるはずですよ。聖騎士エリファス・レヴィが優勝した年にこの聖杯で勝利の美酒を飲んだという話です。ああ、そういえばミハイルが今年の剣術大会での優勝を切望しているのは、やはりこれが大きいんじゃないでしょうか。エリファス様との間接キスがか？
や、そうじゃなくて。ですから、エリファス様の正式な後継者になりたいってことじゃないかと。ああ、そっちの方か。そっちの方って。こんなところからでごめんね。外に出られたら本当は一番いいんだけど。そんなことないわ。ここから見物できるだけでも前だったら許してもらえなかったわ。でも通りの様子がよく見えるわね。大騒ぎするのに。今はこれで我慢して。ギョーリクたちがきっとお土産を持って帰ってきてくれるよ。あ、剣術大会のこと聞いた？え、もちろんよ。兄様ならきっと優勝できるわ。兄様が普通の人に負けるわけがないんだから。お前も嬉しいのね。さて、無事に暁の聖杯を手に入れてきてくれるかな。建国祭で王宮はほとんど空っぽ。みんなよほど娯楽に飢えているんでしょうかね。私はそんな歌や踊りよりこんな瞬間が一番楽しいですがね。さあ悪魔メフィストよ、私の望みを叶えてくださるならこの魂をあなたに捧げます。ブルーのグレーニング、相変わらずだな。国中が浮かれているこんな日に、こんな薄暗い部屋に我を呼び出すとは、気味の悪い奴だ。メフィスト、お会いできて光栄です。今まで何度あなたに呼びかけてきたことか。どうして今まで私の呼びかけに答えてくださらなかったのです？我も忙しい。特に最近は面白い男を見つけた。お前もよく知っている男だ。わざわざ田舎にまで会いに行ったくらいだからな。ああ、ゲオリク・ザベリスクですか？あの男の一体どこがそんなにお気に召したのです？野心もなければ闇の術にも黒ミサにさえも顔を出していない。しかも今、ゲオリクは私の部下です。それなのに、どうして私には契約してくださらないんです？くだらん質問だ。自分で答えを考えるんだな。ただこれだけは言っておく。ゲオリク・ザベリスクに害の及ぶ行動をしたら、貴様をただでは向かう。我の目的はただ一つ。
あの価値ある魂を手に入れることで、今なお成長過程にあるあの魂。しかし貴様の邪魔が入るのは許せない。いいか、よく覚えておけ。あの男の邪魔は許さない。なぜそんなにあの男がお気に召すのです？なぜ私では？そこまで言うのなら、こんなところでくすぶっていないでゲオリク・ザベリスクを見に行ったらどうだ。あの男がこの試合で国民の絶大な人気を得て、なおかつ最も強い男として認知される瞬間を。なんだと、ゲオリクが剣術大会に出場しているだと。知らなかったのか、哀れな男だ。本人からも知らされていないとは。メフィスト、あなたをお返しします。またお会いしましょう。もしゲオリクが本気で剣を振るうのなら、ゲオリクの中の魔の力が目覚めるかもしれませんね。それにしても驚きましたよ。今日は頑張ってくださいね。僕、応援してますから。俺とミハエル、どっちを応援するんだ？もちろん、どっちにも勝ってほしいです。そして決勝まで二人が残ったら。二人に心残りがないようないい試合をしてくれたら、それでいいと思います。優等生な答えだな。もっと俺を喜ばせられないのか？何ですか？そんながっかりしたような顔をして。もう怒っていないのか、あのことは。いいんです、ギョリクこそ気にしないでください。それに、もし僕があなたの立場だったら、同じようにしたでしょう。格式ある聖杯は、水の力を増幅するのに役立つ。リュースブーグの店で手に入れた本には、そう書かれていた。暁の聖杯にどれほどの力があるのかはわからないが、ここは一つ手に入れてみる価値はある。ところでギョーリク、建国祭といえば賑やかなパレード、手に汗握る剣術大会、そしてあと一つは。ん？何かあったか？輸入品のバザールとか。そういえば賑やかな市が広場に立ち並んで。違いますよ。発明大会ですよ。第11回ハードランド発明大会。そんなのあったか？
争の最年少チャンピオンにして11連勝を収めているのはどこの誰か知ってます？あんまり興味ないな。そんな、聞いてくださいよ。お前か？当たり！そもそもお前以外にどんな奴が参加するんだ？あ、ギオリク興味あるんですか？それならぜひ見に来てください。この後2時からです。いや、1枚でいい。ミハエルの分ですよ。ぜひ2人で来てくださいね。諸君ご苦労。今年の建国祭はいつにも増して気をつけて見回ってくれ。もう一度持ち場を確認し直しといてくれよ。団長、今日は我々だけで十分です。それより団長は大会出場の準備を。準備だと？そんなものは日頃から済ませてある。王宮騎士団長が大会に出場するのは伝統の一部ですからね。楽しみにしていますよ。ぜひ今年の優勝であの暁の聖杯をこの詰所に飾ってください。もうあの話がこんなところにまで広まっているのか。それよりお前たち、当日は俺の分までしっかり警備を頼むぞ。ミハエル、ミハエルじゃないか。どうだった？俺の勇者。素敵でしたよ。やっぱりこういう時にはあの制服とっても映えますよね。しかし休む暇もないな。今日は護衛、明日は剣術大会だろ。楽しみにしている。ゲオリク、危険だけはするなよ。はあ、お前こそな。おお、これはミスターゲオリク。玄米か。おう、ミスターサンジェルマン。今日はあなたには負けない。どうです、この出来栄え。自動家事ロボットです。こんなに小さいのに、お茶組から掃除洗濯、お料理までこなすときてる。へえ、そういうのよくある発想ですよね。僕はそれより
早くお嫁さんを探すことをお勧めしますけどね。なんだと？まあ見てください、パッと見ただのフクロウですけどね。なんとこれは自動偵察マシンなんですよ。中に小型のカメラを内蔵して300時間も録画できる優れもので。それはまさか。いかんぞ。貴様は何という不死だらな。不死だらとは失礼な。あなたじゃないんですから、そんなお下品な目的に使うなんて、そんな考えたこともないですよ。建物の修復情報とか、航空地図の作成とか、もっと皆さんの役に立つ使い道があると思いますけどね。何を？お前今メガネかけ直しただろう。やれやれ、付き合いきれんな。まったくバカどもが。ゲオリック見てください、商品は食事無料券1年分ですよ。おい、この発明大会の主催って国じゃないのか？違いますよ、剣術大会みたいにオフィシャルなイベントじゃないんですから。お前、おい、うちの店が出した商品にケチをつけてもらっちゃ困るね。揺れる小舟亭の豪華メニューが毎日食べられるんだ、魅力的だろ。バカバカしい。さあ、この店自慢のパエリアだ、どんどん食べてくれよ。この店の店員は全員俺の海賊時代のクルーですからね。へえ。よくぞ聞いてくれました。俺たちは海賊船揺れる小舟号で世界中の港を旅していたんでさ。うわー、かっこいい。だから店長のホラ吹きだって言ってるだろ。それに大体海賊船がそんなに頼りない名前でどうするんだ。いやいや、俺たちは大海原のでっかさを知っているんでさ。海に比べれば俺たちの船は小さいもんです。で、何か見つかったんですか？沈んだ財宝や宝の地図とか。財宝ね、見つけましたとも。それはこいつら仲間ですわ。おいおい、のろけか。まあそれは置いといて、探検と包丁を持たせたら俺たちの右に出る者はいないってんで、万葉のカジキマグロ団と呼ばれてました。ほう、あんまり強そうではないがうまそうな名前ではありますな。南方の島に漂着した時、
世にも珍しい人魚の肉ってやつを手に入れたんです。おお、偽をつかまされたんじゃなくってか。しかし高く売れる割にはうまくないんですが、貴重なものでってんで船の倉庫に眠ってた。そしてある時俺たちはここハードランドのカーマゼンの港に立ち寄った。さすがに千年王国と謳われた花の都、俺たちには珍しいものばかりだった。そして建国祭の時にバザールに出したんでさ、もちろん海賊の身であることは隠してね。そしたらとある貴族の方がまとめて1キログラムの干し肉だったそれをなんと2000万ゼクで買ってくださった。なんせ人魚の肉といえば不老不死の効果があるとほら言い伝えられていますからね。なるほど、それはまた長生きしそうな客だな。そこで俺たちのもう一つの夢でもあった自分らの店を持つことを実現させ、ここで店を始めたってわけですわ。へえ、海賊なのに変わってますよね。サンジェルマン、多分本気で真に受けてるのはお前だけだぞ。それはそうと、ミハエル。明日はいよいよ剣術大会ですね。楽しみです。そうそう、お二人とも頑張ってくださいよ。優勝祝いもうちでやってくださいね。おいおい、こんな時にも営業か？いやいや団長、明日の意気込みを一言お願いしますよ。そうだな。ゲオリク、明日は俺に負けるのが怖いからって棄権するなよ。それはこっちのセリフだ。おう、いいねいいね。お、あんたたちミハエルにゲオリクじゃねえか。なぜ俺たちの名を知っている？知るも知らないも、明日の話題はあんたたちのことで持ちきりさ。応援してるぜ、決勝でやり合ってくれよ。日頃のうさばらしに絶対見に行くから。おう、任せとけ。ゲオリク殿、優勝されたら面白いものをプレゼントしますよ。面白いもの？ええ、楽しみにしていてください。しかし気をつけないと。俺も17歳の時大会で優勝しているし、名前もそれなりに知れているだ。今は俺の秘密を知る者は多くはないが、下手をすると面倒なことになる。おいゲオリク、何を暗い顔をしているんだ。いや、何でもない。
いらっしゃいませ。無言の書、挿絵だけで構成され、一切言葉の書かれていない錬金術書。錬金術のあらゆる要素を精緻な版画によって的確に示している。ありがとうございます。それではお包みいたします。またいつでもいらしてください。白き霊薬、アルコールで溶かした液体状の白き霊石、飲用するとあらゆる病気を治し長寿の効果がある。おや、こんな夜更けにお客さんか。まさか招かれざる客というやつじゃあるまいな。おっと、旦那がこの店の主人ですかい。いかにも、貴様は何者だ。もっとそう邪険にしないでください。ちょっと喜ばしくない噂を耳にしたものでしてね。なんだそれは。こっちの店でどうやら穏やかじゃない本や薬を扱っているという噂を耳にしましてね。穏やかじゃない、バカを言え。東洋では一般の商店で扱われているようなものばかりだ。一応他にもこういうものを扱っている店も確認している。何がそんなに問題なんですかね。旦那も分かってますんぜ。商売の基本は異国の地じゃなくても同じでしょうに。くだらん、また何かの同業者のしがらみか。私は別に他の店の島を荒らしてはいないはずですがね。早い話、上納金ってやつですが、金があれば誰も注見ないです。アイオナ地区で店を出していてそんなことも知らないんですかい。さあ。非常に残念ですな。あなたに差し上げる金など一銭もありませんな。それじゃあ仕方ねえ。こちらも強行手段に出るしかねえな。さあ、これで分かってもらえました。面倒なんですよね。勝手に異国のハーブなんか持ち込まれちゃう。なるほど、そういうことですか。そうやってお前さんたちの無理を聞かせてきたようだがな。強い男だったのか。
おい、そんなことをしちまっていいのかい。お前はいいかもしれないがな、お前の店に出入りする客の方はどうだ。お前が掟に歯向かうなら客の方に矛先を向けるだけだ。これからの客はもちろん、過去にこの店に出入りした客すべてにな。これ以上は出さんぞ。わかっているじゃないですか。なるほど、これなら中身にも不足はありません。こ、腐れ毛動画。これからも吉名に。絶対に尻尾を掴んでやるからな。